で試薬瓶にパラフィルムを巻くときはこう締める方向にパラフィルムを巻くっていうような感じで、そうするとパラフィルムを巻くと同時に瓶の蓋もちゃんと閉まるっていう、まあ、こちらだとこういう方向ですね。そうするとこの瓶の蓋を閉める方向にパラフィルムも閉まるんで、こうやってると蓋が緩むことがないと。